Everyone, I'm glad to see you, glad. さっくり出すか。はい、クイズに正解したら言ってあげる。そこクイズ、うん、はい、5問出すから3問以上正解したらお宅の店。3問以上めっちゃしますね。5問出すから3問以上ね。はい、ジャンルを選んでください。田中よし子、野球、サッカー、相撲、志村けん、松田聖子。じゃあ野球で。野球、はい、昭和48年の選抜高校野球で準優勝夏の甲子園で優勝した高校は何高校でしょう。むずくねえよ。俺にとっては基本中の基本だよそれ。あのお兄さんとのレベルが違いすぎるんですよね。いや基本中の基本だよこれ。プロ野球にしてください。プロ野球、はい、埼玉西武ライオンズが初めて日本一になったのは昭和何年だ。48年。昭和48年。なんで昭和48年なんで今埼玉西武ライオンズっつったぞ。あ、そうか、埼玉。昭和48年っていうのは西鉄ライオンズだよ。何言ってんの。そんな難しすぎるわ。難しすぎねえよ、基本中の基本だよ。埼玉西武ライオンズになってからでしょ。いや西武ライオンズになってから。なってから。その前はクラウンライターライオンズで、その前が西鉄ライオンズだったんだから。かなりマニアックな方だ。岡プロ野球ファンには難しいな。ん、岡プロ野球ファンってどういう意味。まあ野球、プロ野球は好きなんですけど、その何年に何々があったとかいうのをあんまり知らないタイプなんですよ。うん、うん、阪神ファンではいるんですけど。うん、わかんないっす。わかんない。わかんない。もうぶっちゃけわかんないっす。昭和でしょ多分。はい、昭和。じゃあ阪神ファンと言ったので、これ基本中の基本です。今から出す問題、はいはいはい、阪神タイガースが日本一になったのは昭和何年だ。1985年やから何年になんだよ。81年か56年かな。計算機使っていいですか。ダメだよ。逆算しなあかんのか。え、1985年やろな。まあ1985年はとりあえず保留にしといてやる。保留。要は言い方が、要は、うん、違うってことですか。合ってんの。合ってるんですよね。でも昭和にしたら昭和何年かという問題だから。プラス4年が昭和56。よし、昭和56。とりあえずこの問題は保留。はい、ではその阪神タイガース対西武ライオンズの試合でラストバッターとなった西武ライオンズのバッターの名前をフルネームで答えよ。阪神胴上げのラストバッターになった西武ライオンズのバッターをフルネームで答えよ。わかんないです。ぶっちゃけわかんないです。はい、ゲームオーバーです。ちなみにあの1985年は正解にするけども、はい、正解は1問で3問以上間違えたから失格です。はい、ちなみに答えは、伊藤勤でした。伊藤勤さん、西武とロッテの監督になったね、はいはい、あの人は熊本工業高校出身で。あ、熊本工業。あのソフトバンクの秋山監督からホームランを放って、うん、あの熊本県大会でホームランを打って甲子園に行ったら、うん、西武が欲しくなっちゃっていろいろやって西武になんとか入れて、うん、そうなんですね。でも伊藤さんは西武が今嫌い。ゲームオーバーです。すいません。はい、今回も、無事3問不正解に持ち込みました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。フォーサイスレボでした。